にちは、南部健三です。今回はプロになるための手段ということで話します。コロナの影響を受けてアピールする場が減ってしまった学生の方々も多いと思います。ではどうすればいいのかということで、自分の経験を踏まえて話していきたいと思います。結論から言うと、プロになるための方法、決まり事はないので、オファーを待つだけではなくて自分からアクションを起こすべきということです。なぜなら、自分の存在、プレイスタイル、人間的な部分を一人でも多くの人に知ってもらう必要がありますし、見られる場所、回数が減ってしまったら自ら売り込み、チャンスを作り出すということが非常に重要だというふうに思います。例えば大学生の場合、監督やコーチに各クラブへのコンタクトを任せっきりになってしまっている選手たちも少なくないと思います。そこで今回は、自分からアクションを起こすということで、その際に必要なものを3つ挙げていきたいと思います。まず1つ目が自分のプレイビデオです。そして2つ目は履歴書です。そして3つ目は行動力です。1つ目のプレイビデオに関しては、プロアマに関係なく自分のプレイ映像は持っておく必要があります。いつどこでチャンスが来るかもわからないし、必要なタイミングで自分を PR できるように、社会人が名刺を持つのと同じような感覚で持っておく必要があります。そして2つ目、履歴書です。1つ目のプレイビデオと同様に、自分を売る際には必ず必要になります。そして日本だけではなく、海外でのプレーを視野に入れている選手は英語の履歴書も必要になってきます。そして3つ目の行動力です。チャンスと思った時に一歩踏み出せる行動力というのはすごく必要になってくるので、この行動力というものもすごく大切になります。以上の3つのことを踏まえて、自分がどうしてプロになったかということを少し話します。自分は大学4年生の時に J クラブからのオファーはなく、当時代理人もいなかったため、自分で動くしかありませんでした。そこで自分は自分の映像、プレイビデオと履歴書、そして自分の場合は自分の思いを少し手紙に書いて、各クラブの補強リストを見ながら、自分がチャンスがありそうなクラブをちょっと調べて、約10クラブほどに送らせていただきました。そして1チームから返答があり、練習参加のチャンスをもらえ、実際にそこのチャンスをものにできて、自分はプレーすることになりました。契約に至りました。僕の場合は運が良く、皆さんのサポートもあり、契約にたどり着きましたが、この行為が必ず契約にたどり着くかどうかは分かりません。ただ自分からアクションを起こしたり行動を起こすということは、必ず今後の自分にとってのすごく財産になると思うので、今大学生の皆さんがどうすればいいか分からないというふうに思っている方が多くいらっしゃるのであれば、オファーを待つのではなくて自分からアクション、行動を起こしてみるということが、一つ選手としてのチャンスを広げるための行動になるのではないかなというふうに思います。自分はその経験で契約に至ったというものがあるので、少しでも参考にしていただければありがたいなというふうに思います。それでは今回はこれで終わりにさせていただきます。